コンピュータ用のクォーツキーボードクォーツ配列は中央ヨーロッパと東ヨーロッパで広く使われているコンピュータやタイプライター用のキー配列である。名前はキーボードの左上の6文字が Q, W, E, R, T, Z の並び順であることに由来している。クワーキ配列とは Z と Y が入れ替わっている。これはドイツ語では Z が Y よりもはるかに多用され、T と Z はドイツ語では隣り合って現れることが多いためである。キーボードの一部にはといったドイツ語表記のためのウムラウトが含まれている。記号は英語用のキーボードとは異なった場所に配置されており、CTRL キーは STRG キーとなっている。古いスイスのタイプライターで使われているクオーツキーボードクオーツに基づいたキーボードは、 同じドイツ語が話されるスイスや、ラテンアルファベットを使う東ヨーロッパ、北東ヨーロッパの多くの国々で使われているが、バルト三国では使われていない。クォーツから派生したキーボードはポーランドでも使用されて、いたが、1990年代の初めからは、クワーティ配列が優勢となっている。ドイツ語が唯一の公用語であるドイツとオーストリアで使われる、クォーツキーボードだけが、 strg キーを持っており、それ以外のスイス等で使われるキーボードでは、ctrl と表記されている。また、スイスのものは、sz が省略されている一方、ドイツ語以外の公用語である、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語で使われる文字も入力できるよう、調整されている。クボーツキーボードは、非公式に、ケスボードというニックネームで呼ばれることがある。これは、 クワーティキーボードのつもりでキーボードと入力するとクボーツキーボードではケスボードと表示されるためであるクボーツキーボードのつもりでクワーティキーボードに入力しても同じであるありがとうございます